ジャクソン、岡田、ラベナと岡田のマッチアップ、ライト、ジョン、外から打つ、決まりました。いいですね、ハンナリスもね、こうやって序盤からこのスリーポイント手に広がりました。さあ京都、水野、割って浮かせてジャクソン、ナイスパスですね、今ね、ナイス合わせですね。これで B1 もっともっと厚み合わせますからね。さあフリースロー2本決めまして2点差になりました。第1クォーター残り4分を切っています。大浦からのパスが乱れた、ね、こういうディフェンスからね、チャンスを生み出したいですよね。岡田自分で持っていった、素晴らしい。さあ渋田がどう作るか、キックアウトして、そうですね、今みたいに日本人選手がペイントにアタックするとね、はい、アウトサイドにノーバックされて、こういう形につながりますからね。このポゼッションをものにすることはできませんでした。逆にアンダリーズは5点リードしている中でこうものにしたいですね。あ、いいですね、ジョーンズしっかりここは決めていきました。非常にね、あのタイムアウト明けさはね、佐々木選手のストロングポイントですよね。そう、そのリードを拡大させまいというプレーですが、ライトのスリーポイントだ。ゲーム2になると非常にいいパフォーマンスを見せますね。あの昨日のゲームもそうだったんですけれども、いいですね、アンダリスリバウンドつないでますね。これファーストブレイクシチュエーションになってもいいですよ。水野、水野自分で持っていった、いいですね、全然違いますね昨日とね。今日は日本人選手の得点も、さあ5秒ですね、ショットクロック、ああ決まりそう、タフショット決めてきた。もう打ってる感じ、もう全部決まっちゃいそうな雰囲気ありますね今日ね。今日19得点素晴らしいですね。昨日はゲーム終わった時点でそのぐらいの数字だったんでね。ライトが取る、ライト、ああよく決めましたね、押し込んだ、よく決めましたね今ね。さあ入りました。さあそのあたりこう誰がチームを引っ張っていくのか。第3クォーター残り5秒ですからね。岡田のスリーポイントが来る、素晴らしいショットですね、いい形で締めくくりましたね。ミスのライト、ジョーンズもいるが、ライト自分で打つとどうだ、これはマシューライトもオンファイア。